阪神岡田監督とオリックス中嶋監督を最もよく知る能見篤が漏らした2人の凄さ。2023シーズンのプロ野球は阪神とオリックスがリーグ優勝を決めた。クライマックスシリーズを制した両チームは日本一をかけて59年ぶりの関西ダービーだ。これまで優勝するチームの特徴として大活躍した選手の存在があるが、今年はやはり岡田彰布、中嶋聡両監督の采配が冴えていたことも挙げられる。類いまれな手腕でチームを優勝に導いた岡田と中嶋ではあるが、2人の共通点を指摘する野球解説者がいる。阪神で16年、オリックスで2年プレーした両球団の OB で、両チームを最もよく知る能見篤氏だ。能見から見た2人の特徴と違い。9月14日、球団最速で18年ぶりにセ・リーグを制した阪神に続き、9月20日にはオリックスがパ・リーグ3連覇を達成した。どちらも独走での V 決定で、今季のプロ野球は関西勢の強さが際立ったシーズンになった。3連覇のオリックス中嶋監督は、中嶋ジックと呼ばれる巧みな選手起用術を今シーズンも駆使した。中嶋の現役時代はスターというわけではなく、どちらかというと地味な存在だった。大学時代からスター選手として鳴り物入りで人気球団の阪神に入団。そしてすぐに大活躍した岡田とは違う。現役時代は強肩、強打のキャッチャーで知られ、意外と知られていないが、一軍実働29年は、やはり後に常勝ソフトバンクで名将となる工藤公康と並ぶプロ野球記録だ。今年 WBC で世界一になった栗山英樹監督時代の日本ハム、そしてオリックスとコーチ経験も豊富だ。しかし中嶋の監督就任の経緯は、シーズン途中に西村典史監督が成績不振を理由に辞任した後釜として二軍監督だった中嶋が代行を務めたというイレギュラーなものだった。その年は屈辱の最下位に終わった。中嶋のニックネームは眼光鋭くサメ。サメは最下位の後、資金力があまりあるとは言えないオリックスでリーグ3連覇を果たす。阪神岡田は今年、そのオリックスの監督をして以来の NPB での監督だった。若い選手が多い阪神で、65歳の監督がうまくコミュニケーションを取れるのかと危惧する声もあったが、岡田はまず自分を変えた。選手の意識が昔とは違う以上、接し方も変えなければいけない。上から物を言うのではなく、時には選手の側に降りていくよう接し方を変えた。前のオリックスや第一次阪神監督時代を知る記者たちから、岡田さん変わったなという声をよく聞いた。そこで両監督の下でプレーした能見は、今年の阪神とオリックスをこう述べる。今年の阪神については、軸になる選手の打順、ポジションなどが固定されていることを挙げ、選手がやりやすい、固定した方がリズムに乗りやすいというのを考えての固定だと思うと、選手ファーストを解説する。岡田の選手起用は、大山雄介は一塁、佐藤輝明は三塁に専念させ守備での負担を減らした。また中野拓夢を遊撃から二塁にコンバート、遊撃には木浪聖也を据える。こちらは8番に固定。木浪が恐怖の8番打者として再三チャンスメイクしたことで、上位から下位どこからでも点が取れる切れ目のない打線が完成した。チームの得点数はリーグトップ。今年の阪神は主力選手の打順と守備位置を固定して大成功を収めたのだ。これとは対照的に、オリックスは何十通りのスタメンオーダーを組むなど、例年通りの猫目打線。能見は、もともと中嶋監督はやっていることなので選手は分かっている、でも監督はコミュニケーションを取りながらするので選手は戸惑うことはないですと説明した。シーズン前半は主力選手を適度に休ませ、勝負は後半、シーズン全体を睨んでの考え方もあるという。今シーズン出場選手登録を抹消された選手は延べ127人、両リーグ最多の入れ替え数だ。監督室やグラウンドで中嶋が自ら考えを伝える。
非常さを表す数字にも見えるが、決して降格への恐怖心は与えない。タイガースとオリックスの打線は正と同。オーダーの組み方こそ対照的だが、選手の適性をしっかり見極め、適材適所での起用、現優先力を最大限有効に使おうという姿勢は共通している。能見は総括して、阪神のような固定、オリックスのような日替わり、どちらが正解なのかではなくて、どちらも正解なのだと分かりましたねとレギュラーシーズンを振り返る。また能見は、中嶋監督のもと選手兼任コーチとして在籍した過去のことを振り返り、エラーややらかした選手はほったらかしじゃなくて、よく歩み寄ってなんやあれみたいに冗談っぽく話すという、ミスした選手をいじって和ませる姿をよく見た。中嶋は選手によく冗談を言う。選手をいじり倒してよく会話をしている。それで若い選手もはいいいえと返すのではなく、結構冗談で言い返しているというのだ。例えば中嶋監督がコロナでしばらく休養してから戻ってきた時は、エースの山本由伸が、監督長いこと有給休暇取ってましたけどどこ行ってたのですかって突っ込んでいた。一方、岡田さんはそういうのはあまりしないと能見は語る。岡田は選手と積極的にコミュニケーションを取るタイプではないという。ただ能見は、岡田さんは選手の変化を見て投手コーチとか担当コーチに言う。それに対して中嶋さんは選手に結構声をかけに行くと、アプローチの仕方は異なるものの、選手の変化によく気がつく監督であると続ける。また今年の岡田は中嶋同様、言葉の端々にユーモアがある。すごい面白いと共通点を挙げる関係者も多い。例えば岡田監督は3月31日の DeNA との開幕戦、首脳陣や選手スタッフらが大きなエンジンを作り、岡田は言葉を続けた。何を言うかと思えば、タッチするのはグーとかパーが入り乱れてるから、阪神はパーにしような。グーより強いやんか。はい、タッチはパー、これ決めとこう。1年間な、グーより強いパーのがな、と珍発表をする。もちろんグーはグータッチがトレードマークの宿敵巨人原監督を意識しての言葉だ。ナインの爆笑を誘発し、好ムードで開幕戦に入った。オリックスとの日本シリーズを聞かれた時に岡田は、第一戦からパリーグ本拠地の DH 制から始まることに触れ、今年の阪神の特徴である固定している打線をいじることなく仰天プランも披露。普通にな、今まで通りの打順というか、 DH やったら9番でもいいんちゃう、みえちゃん入れてバントさせたらいいやと笑いながら報道陣に対しリップサービスも見せた。そして能見は岡田、中嶋の両監督を、今の時代の選手にすごく合わせていると語る。トップダウン式に上から一方的に押し付けるのではなく、ユーモアを交えつつ、選手を気遣っている2人だからこそ選手は力を発揮しやすいのかもしれない。能見は指揮官の違いを、阪神岡田は選手に責任感を持たせる、一方のオリックス中嶋は選手にチャンスを与えるとイメージした。実は岡田を育てたオリックス、今年の日本シリーズを岡田は、ぜひオリックスと日本シリーズで戦い恩返しをしたいという思いを胸に、1985年以来38年ぶりの日本一を目指す。一方、3年連続でチームを栄冠へと導いたオリックス中嶋は、もちろん日本一連覇を狙う。前身の阪急時代、上田利治監督が4連覇を飾って以来の黄金時代を築きにかかる。岡田は中嶋とともに、イチローを育てたオリックスの名将、仰木彬監督の影響を大いに受けている。現役時代、オリックスの正捕手だった中嶋が、仰木直系というのはよく知られているが、実は岡田も指導者としての歩みを始めたのは、阪神ではなくオリックスなのだ。岡田は3年前、自身のコラムに、俺は現役、コーチで計9人の監督の下で野球をやった。その中で一番影響を受けたのが仰木さんやった。データを分析するそのスタイルが、俺の采配にも生かされている。と記している。岡田は現役時代の1993年オフ、体力的な衰えを理由に、
阪神を自由契約となった。当時36歳、まだまだやれるのにと思っていたところへ、うちへ来ないかと声をかけてくれたのが当時オリックスの監督だった仰木彬だった。岡田は誘いを受け、現役最後の2年間オリックスでプレーし引退した。最終年の1995年はイチローの大活躍でオリックスが球団買収後初のリーグ優勝を果たした。岡田は出場試合数こそ少なかったものの、常に勝つことを第一に考え、準備を怠らなかった。その姿勢はチームに好影響を与えた。仰木が岡田をオリックスに呼んだのは、集客上、関西のスターが欲しかったということだけでなく、野球に対する取り組みも買っていたからだ。試合後、仰木と岡田が酒を酌み交わしながら、試合戦術について長時間語り合うことも多かった。仰木は岡田の引退後も、うちで指導者の勉強もしていけとばかりに、オリックスの2軍助監督と打撃コーチを任せた。岡田監督は2年間修行した後、1998年から阪神に指導者として復帰。2軍助監督、2軍監督、1軍コーチを経て、2003年オフ、勇退した星野仙一監督の後任として1軍監督に就任する。監督2年目の2005年に、鉄壁のリリーフ陣、ジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田智之の JFK トリオを編成し、チームを優勝へと導いた。2軍監督時代から1軍監督に就任した時のことを想定して指揮を取っていたという岡田監督。そのバックグラウンドには、間違いなく仰木流の選手起用術がある。阪神しか知らなかった俺はオリックスに移り、と驚くことの連続やった。例えば先発メンバー。仰木さんは固定しないのよ。毎試合メンバーが違う。でもこれは直感で行っているものではなく、仰木さんはデータを調べ、分析して、答えを導き出していたわけよ。いい加減に思われたかもしれないけど、そこには根拠があり、それが正解であったということを結果で示した。それが俺には衝撃であり、野球に対する考え方を変えてくれた恩人だった。と後に語る。2008年、阪神は独走状態だったにもかかわらず、巨人に最大13ゲーム差を逆転され、優勝を逃した。岡田は責任を取って辞任する。2009年オフ、解説者だった岡田に監督就任をオファーしたのがオリックスだった。当時のオリックスは、仰木時代とは打って変わって低迷期。何度も最下位に沈む弱小チームになっていた。球団フロントは優勝経験のある岡田にチームの立て直しを依頼した。意気に感じてもう一つの古巣からのオファーを引き受けた岡田監督。しかし阪神の選手たちと違って、当時のオリックスナインは負け癖が染みついた。岡田はまずそこから改革しようと選手たちに厳しく接し、コーチ陣も容赦なく叱り飛ばした。しかし選手たちは岡田のテンションについていけず、次第に溝が深まっていった。低迷から抜け出せないまま迎えた3年目、2012年のある日、岡田監督は主力選手たちを宿舎の部屋に呼び出し問いただした。お前ら今どんな気持ちで野球をやってると聞いたんよ。そしたら言われたもん。監督が怖くてみんな萎縮して打てません。そりゃショックよ。自分がこれまで良かれと思ってやってきたことは全くの無駄だったのかと心が折れてしまった岡田。この年、シーズン最終戦を待たずに解任されるという屈辱を味わった。試合に臨むために球場入りした時に紙を渡されて、それでおしまい。私には理解できないやり方で、ここに至った理由を聞くのももうアホらしく、何も聞かなかった。と語る。オリックス復活の切り札として、3個の例で迎えられながら、辞めるときは紙切れ1枚で首。ただ岡田が結果を残せなかったことは事実。オリックス監督時代の挫折があったからこそ、今の岡田があるのも確かだ。両チームを最もよく知る能見の予想。能見は今年の関西ダービー決戦を、阪神、オリックス、両チームの雰囲気、気質は全く違うと述べるが、大きく見れば似たチームカラーですよね。投手力が良くて、
しっかりした守りから攻撃に転じて総合力で勝つ。いい試合、野球の醍醐味がたくさん詰まった試合になると思う、と予想する。どちらが日本一になるかと問うと、勝敗予想？3勝3敗1分けということにしておいてください。と、阪神とオリックスの尊敬する監督と可愛い後輩たちにエールを送った。